そうですね。明けましておめでとうございます。皆様今年もよろしくお願いします。あ、今年も好きだよ、ありがとね、 Thank you くまちゃん。やだ今日は林部屋に家族勢ぞろいで今配信をお送りしてるんですけど、カロンが今年も好きだよありがとうって言ったらみんながクスクス笑ってくまちゃんもありがとうございます。そしておみくじもありがとうございます、ありがとう。ちょっとすごい照れてたら見逃しちゃった、いろいろありがとう。それはね、アイドルですから、はい、その辺はちゃんとね、そんな笑っちゃダメですよね。はい、反対ありがとうございます。はい、明けましておめでとうございます。本当に皆様ありがとうございます。カメラこそう、カメラこそう慣れなくて、この部屋の配信にありがとうね、ありがとうございます。そう、インスタもそうアップしたんだよ、見てね。いい、美味しかった、すごく全部。カニも美味しかったよ、みかんも美味しかったよ。まず最初に昨日ね、配信をお休みをいただいたので、お休みいただいたんですけれど、ありがとうね、今年も好きだよくまちゃん、ありがとう、ありがとうございます。まずすごい、もうありがとうね、ちょっとコメントすごいありがとうございますだけど一旦ね読めないんだけど、昨日お休みをいただきまして、皆様のまず安全ご無事をまず今もなお祈っているんですけど、昨日はずっと迷ってて、やっぱりね、お昼お夕方に震度7があって、それで砂浜の家も揺れましたね。うん、揺れました、ちゃんと揺れました。そうあって、ずっとどうしようかなって迷ってたんですよ、配信は。それで結局配信をしない選択を昨日はしたんですけれど、もちろん本当に皆さんの安全と無事を祈ってるのはもうずっと、それはもう変わらないのは基本として、だけどどうしようかなって迷ってたんだけど、その夜まで迷ってて、ずっとやっぱり夜にもう配信やるなら今やんないとぐらいの時間になってきた時に、誤報だったんですけれど、誤報だったんですけれど、もう一回震度7っていうその速報があったじゃないですか。それで自分のこう気持ち的に今日はちょっとできないなって思ったので、そう誤報だったんだけど、もう一回の震度7っていうのを聞いた時に、カノンのこう配信スタイルが結構やっぱ皆さんのコメントを読んで配信してるし、おみくじとかもねすごい、もうやるならもううえーってこうやっぱ大吉が出たら喜んだりとかしたいんだけど、なかなかそういうこう気持ちになれなかったので、カノンの配信が、自分の気持ちがちょっと配信できる気持ちではないなって思ったので、お休みもいただいたので、今こういう状況だから配信しない方がいいとか、そのするとかしないとかっていうのは
まあ、いろんな意見があると思うんですけれど、そのこういう時だからっていうのではなく、本当にあのカノンが気持ち的に配信がちょっと今日はできないなって思ったので、昨日はお休みさせていただきました。なので今ももちろんあの大変てか苦しんでる方はいらっしゃると思うんですけど、それはもちろんなんですけど、そう昨日は本当にそのそういうなんだろう心だったのでお休みをいただいたので、そうっていうお話を最初にしときたいなと思って、で今もなおそういう心もねあの続いてるし、本当に皆さんの安全を本当に祈ってます。はい。で、まあ、今日は配信をねさせていただいたんですけれど、こうやっぱりお正月ということで、そのまあそのなんだろう、今回の地震っていうのは大きくもちろんね本当に大きなことだし、大きくテレビとかでもあったけど、やっぱりあのまあそんなこと言ったら毎日こう苦しんでる方はどこ世界中のどこかにはいると思うので、じゃあその人たちがいるから配信毎日できなくなっちゃうっていうのも違うと思うので、今日からはあの配信をしていきたいなって思うし、あのカノンがそのこうやって皆さんにこう配信を届けるのも一つのカノンのなんだろうなんか役目というかなんかね、そのできることでもあるので、今日からは配信をしていきたいと思いますっていうのを先にねお話ししたかったのでお話しさせていただきました。はい。なので今日はね楽しく配信できたらなと思います。配信は地震もだけど羽田空港の事故もそう、今もう、もう今まさにニュースですごいやってて見てた。めちゃめちゃ何言葉がすごいかのボキャブラリーがないけど本当に大変なほど燃えてて、本当にね本当にあのちょっとやばいね。やばいね。毎日配信はあのチケットがあるので多分大丈夫だと思います。本当ありがとうございます。こんばんは。はい。で今日はあのそしてそしてなんですけれども皆さん、はい、そしてそしてなんですけど皆様、今日はあのインスタライブを久しぶりにしようと思っていて、インスタライブで、カラオケ配信をしようと思っていて、はい、みちゃんさんの誕生日、あちょっとから何もないけど、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアみちゃんさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。はい。なのでちょっとそっちを今日のなんて言うんだろう、こうメインこれはサブみたいなことではなく、なんかすごいインスタライブをいっぱいやりたいなって思ったので、この配信はちょっと短くなってしまうんですけれど、なんでインスタライブでやるかっていうのにもちゃんとあの理由があって、あの J-POP あのショールームはあの48グループとかの曲しか歌えないので、あのインスタででもインスタでも著作権が心配なところではあると思うんですけれど、あのフリーのカラオケフリーで使っていいですよっていうカラオケ音源を見つけまして、ちゃんとそのあチャンネルの方がそういう使ってくださいねぜひっていう感じでこう出してくださってるカラオケの音源を見つけたので、インスタライブでそれを歌っていこうかなと思います。はい。すみちゃんも参加します。
はい、すんちゃんも参加してくれる予定でして、今もあのメイクをしていますメイクをしています。なので普段はこう聞けないあのカノンたちの曲、普段は聞けない曲、普段は聞けない曲、ショールームでは聞けない J-POP のを歌ってるカノンたちを見ていただけたらなと思います。はい、なのでこの配信はですね7時30分ぐらいまでの予定です。あ、クマ、え、なんか持ってる、ありがとうございます。クマちゃん、ありがとね。クマ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 、何持ってんだろう。あ、マフラー巻いてるんだ、かわいい、ありがとう。でね、あのインスタにも載せたんだけど、インスタはあのね、インスタはご飯を載せましたご飯を載せました。でインスタに載せたあの門松の、これはなんていうのかな、なんていう細工なん、細工というかなんていうんだったっけな、こういうの、あ、あ、くじだ、くじだ、うわ、大吉ありがとうございます。めっちゃ大吉出るよ2024年。大吉ありがとう、大吉。このこのさ、門松の作品はあのスヌグランマ作です。スヌグランマが作ったやつ。あ、今年も好きだよ、ありがとね、 Thank you、 ありがとう。かわいいね、天使みたいな。急にみかん、みかん、みかんもやっぱお正月っぽいなと思って、あのお刺身も食べたし、みかんもカニもおまんじゅうも肉も食べました。ハーゲンダッツもおせちも食べました。そう、スヌグランマすごいよね。そう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 、それもね、さっき写真撮って、ん、オッケー、あ、オッケーオッケー。スヌグランマは歌わないよスヌグランマは歌わないよ。黒豆は3つぐらい食べた。そうで、あのお肉もね、あの後でね動画でを撮ったので上がる予定なんですけれど、ちょっとあるゲームをしまして、すごい盛り上がりでした。あけおめ、ありがとうね、あけましておめでとう、ありがとう、 Thank you。 年の数食べれんかった、あけおめ、酔っ払ってる、あ、いいね、お正月ね、あけおめ、チャージありがとう、ハートチャージ、ハーゲンダッツも美味しかった、おー、スヌグランマ知れたよ、私いるのに、なんでやねん、やらないですよ、スヌグランマは、天城越えスヌグランマ何歌うかな、歌うとしたら、センスありがとう、お、センス、お、ありがとうございます、こんばんは、あけおめ。お雑煮もね、お雑煮、お雑煮、そうだね、お雑煮も今日は2個、お餅2個食べ、あ、違う、そう、お餅2個食べた、配信開始間に合わない、あー、全然だよ、こんばんは、だるまちゃんがコロナ、ありがとう、あけましておめでとうございます、皆様。今日スーパーに行ったらうなぎが 40% 引きだったので買ってきて、いいじゃん、あ、くじ、あ、中吉、ありがとうございます、中吉をいただきました、ありがとうございます、はっ、中吉、ありがとうございます、中吉をいただきました、ありがとうございます、嬉しい。紅白でキャンディーズ親友対失敗対象、いた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 、見た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 、自然薯はね、掘れなかった。しかも今年は、あの、お好み焼きをやらなかったね。そう、掘れませんでした。約束果たせず。すいません。こんばんは。来ました。めでたい今年は私がシャドウに乗ってね。あ、乗ってるの今も。お疲
疲れ様、本当にありがとう。うちも今日はお嫁さん含めて10人になるまでお寿司やおたちの昼ご飯を食べて、いいね、にぎやかそう。ハートありがとうございます。こんばんは、バラの花もありがとう、ダルマちゃんがコロナもありがとう。あと今日はね、スケートに行ってまいりました。はい、スケートで、あのピュー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 滑ってきましたね。まあなかなか滑れたんじゃないかなと思います。あとはね、スケート滑れる、まあそんなくるくるとか後ろとかはできないけど、あの普通にスー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 ってキャンディーズの新作のね、スーパーキャンディーズですよ。だってえ、今時だね。カイアンさんのルームの制服も面白かった。ありがとう、ありがとうございました。お邪魔しました、本当に。トリプルアクセル飛べんかった。サンちゃんアクセル。両足で、クリーンって回ってたし。これぐらいのちっちゃいサークルをクリクリクリーンって両足で回ってはいた。そう。でもわかんない、ちょっと痛い思いをして、もう今はね徐々に治ってきてるんですけど、だから笑って話せるんですけど、ちょっと痛い思いをしてちょっと拗ねてましたね。稲葉はできませんでした。扇ありがとう。でもうまい子とかも本当に来ていてすごかった。怖いって言ってたね。あとはね、何を、いとこもスヌグランマの家に来てたので、一緒に公園に行ったりとか、あとなんかピアノ弾いたりとかして遊びました。お年玉も渡しました。もう大人なのでね、お年玉も我が家にもあげました。喜んでました。でもカロンもいただきました。カロンもいただきました。もう今年はいただけないと思っていたんですけれど、でもやっぱ親戚はお優しい、おじいちゃんおばあちゃんお優しいですね。はい、いただきました。やっぱいただいた時にはやっぱありがたくいただくのがやっぱいいね、お礼儀と言いますかね。え、いただくにはいただこうかなって、いただけるのならいただかないと。来年はもらえないかも、二十歳になっちゃうから。あげてもらって、もらってあげて、はい、そんな感じです。そう、もらえるときはもらっていきましょう。その通りです、もらいました。あとは初詣も行って、金もついてきたし、配信の後に暗かったんだけど、金もついてきて、ご挨拶もしてきて、あけましておめでとうございますと。あとはみかんももらってきて、うまい棒ももらって、あとめっちゃ星が綺麗だった。やっぱこう周りが暗い、田舎なのでね、周りが暗いので星がめちゃめちゃ綺麗に見えて、めっちゃ綺麗でした。星が、おみくじは引いてないです。書き初めは習字道具持ってきたけどまだしてない。なんかすごいいろいろ、なんか結果的にいろいろ、なんかいろいろしてて書き初めできてないです。忙しくしておりましたね。レインボースター明けおめありがとうございます。初詣ボタンのオファー届かなかった届かなかった
単線でしといたけど、ハッシュタグ全部つけてありがとうございます。皆さん見ていただけたみたいで、あれはね、何時だったかな、忘れちゃったけど、そんなすっごい早いわけじゃない、やっぱり山があるからね、あの山も登ってこなきゃいけないわけよ。だからそんなめちゃくちゃ早かったわけじゃないけど、あきおめありがとう、ハートありがとう、ハートチャージ。そう頑張りました、マイク持ってね。そう明日は都心宮で、あ地元の家のおみくじに行ったら水吉でした。明日は都心宮で行きます。迷っちゃわない、どっちを信じる、いい方を信じればいいか。おし引いてきてくださいこんばんは、あきおめ。うーん、そうだね、東京は高層ビルから日の出だね、確かに眩しかった、めちゃめちゃ。新年ビッグハート、指ありがとう、指ハート、指ハート、キュン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 な、やっぱりナージのイントネーションが名古屋、いや名古屋なんだ。お大富豪ね、正月ガチャしてサンちゃんの SEC カード大量にゲットしたよ、イエーイ、ありがとうありがとう。あった気温が美味しい、オンプでレポートして見ていたりして、レポート記事で、あまだまだでしたか、ワイワキツでした。おお初日の、あ、まあ、初日、全然違った、初日の出の動画はご芝居聞いて、あるあるですよね、あ、もう始まってるんですかって、こんばんは、レポーター俺の頭いじられ、輝いてるといじられました、誰も言っておりませんよ、うん、こんばんは、ちょっとポーズどうぞどうぞ、去年と全く同じの引いた、ちょっとショックだよ、あのあの今年暖かい正月、あ、うん暖かい、でも日が落ちると寒い、例の正月と比べると比べるとゆっくりできるね、でも舞台もね、そうですよね、本当に舞台もやりたいので頑張らないとね、ハートありがとう。月末のお知らせ公演に使い果たしたらあんなぐちゃかあるとなんて、うううううインスタ食べ物、そう食べ物だらけ、美味しかった全部。あ、松井玲奈さん、そうなんですよ、もういろいろあるね、やっぱお正月は本当に皆さんあのおめでとうございます。特に何だろう、カノンは遠い後輩ということでしか何かあれですけれども、本当におめでとうございます、あきおめ。はい、ということでいろいろお正月エピソードを語ってきたのですが、そろそろインスタライブの方に移ろうと思います。まあ話はいっぱい、その一つ一つ詳しく話したらあのもっともっといっぱいあるし、皆さんのねコメントももちろん読みたいのは山々なんですけれども、あの今年はあの iPhone15 になってあの嬉しくなってというか、結構いっぱいあのビデオを撮ったので、まあうまく編集できたら皆さんにまたお届けする予定ですし、お歌も楽しみですし、何よりあの若菜もね出てくれるので、あんまり遅くなると眠くなっちゃうし声も寝ちゃうし、あの夜あんまり夜遅くにガンガンっていうのもあれなので、ちょっと今日はそろそろサンデースタイムをさせていただこうと思います。ドラムちゃんありがとうね。はい、それでは今日も13位からサンデースタイム張り切ってどあおぐ張り切って登場13位さんです。アットマーク初恋さんだ、キスをあげるよ今気づいた思いです、ダブギュありがとうございます。12位さんです、アットマークふみちゃんありがとう。11位さんです、アットマークふみにありがとうね。
ジュンイさんでさつまくくみに、あーでってありがとう。9位さんでさつまくあんくはみにありがとうね。8位餃子さんです、 Thank you。 7位さんです、ありがとう。6位さんです、どっちもおーありがとう。5位さんです、ありがとうございます。4位さんです、さつまくくみ大好き、ありがとう。そして3位さんです、もう少し話したいのに笑顔で見送るのなんだから、 Thank you、 ありがとう。そして2位さんです、あとは結果見にありがとう。そして今日の第1位はトゥル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 ルルルルトゥルルルルルルトゥルルルルトゥルルルさんです。結果見に楽しそうでよかった、今年も大好きやね、ありがとうね、一位素晴らしい、パパパパフー、ありがとう。そして今日の8時5分やっこさんはタラタタタンさんです、ありがとうございます。あなたもぜひ横読みになっちゃってくださいね、これギュッ、ありがとうございます。それでは少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。そして X と Instagram の方もぜひチェックしてくださいね。インスタはさっきあげたばっかりなのでいいねしに行ってください。この後インスタライブを8時から配信しようと思います。澤田香音のインスタライブでこの後20時から、カラオケ配信 J-POP をいろいろ歌えたらなって思ってるので、ぜひ皆さんお待ちしております。見に来てね、バカナも歌います。それでは今日もこの辺でまた今夜ね、バイバーイ、ありがとう、バイバーイ。インスタは出れます、8時以降も、バイバーイ、バイバイバイバーイ。